こんにちは、ご生産名学の松本優子です。今日は人生についてお話します。人生の代表の方、山崎正義さんについてお話します。山崎正義さんは人生の馬と言います。波乱万丈運を持ち、リーダーの星を持ち、エネルギーも大変強い方です。カリスマ性を持ち、26歳から46歳の運勢の伸びる時期に一気に波に乗られました。2023年10月24日、おつぼくの運の日の開運方法。今日は自分勝手な行動をすると運勢が落ちます。人のサポートをして経験を生かした行動をすると運勢アップします。根金の方に成分が、心筋の方に財運が入っています。